昔の自分を思い出しながら、自分が一番熱中した時期を思い出しながら、これがあると便利だよなとか、これがあると面白いよなっていうものを考えながら作ってたりします。まあ、前にエメラルドっていうの中でバトルフロンティアというポケモンでその戦うっていうことをメインに据えた場所はありまして、で今回のバトルフロンティアもまあそれを望んでいる人たちはたくさんいるであろうということから、まあもう一度その人たち、そういう人たちのために作ってみようという、2人で一緒に一つの目的に向かって遊ぶっていう要素をどうしても入れたくて、でそれをバトルフロンティアでなんとか入れたいなと。で友達同士であるとか兄弟であるとか、あとお父さんと子供であるとか、そういった人たちとで同士でそのポケモンで一緒に楽しく遊ぶっていうことをやってほしいなというふうに思ってます。ただ単に2人だけでできるっていうよりかは、なるべく関われるようなお互いに協力っていうところをメインで、普通に遊ぶよりかはどうしようかっていう、あの喋りたくなるというか相談したくなるような要素、次これやるからじゃあ君はこうやってみたいな、いっぱいコミュニケーションを取れるような仕組みを散りばめてありますので、黙々とやるっていうよりは話し合ったり教えてもらったりしながら遊ぶっていう姿ができるといいよねっていう話はしてまして、そういう点ではとてもうまくいったかなというふうに思ってるんですけど、DS のソフトで Wi-Fi を使ったものはたくさんあるんですけれども、だいたい対戦であったりとか、その人を競わせるとか、あと交換するとか、そういうところばっかりだったので、なんかもうちょっとそのせっかくたくさんの人が買ってくれるので、そういう人たちが一斉に楽しめるような場所があるといいのになというふうな考えがありました。ダイヤパールではあのコンテストで使ってたんですけども、ドレスアップって言ってポケモンにこう好きなアクセサリーをつけられる、そういうのを見せられたりとか、あとはまあボックスにポケモンをどう並べてるかを見せるなんて、そんなようないろいろな、もうとにかく発表できるっていうようにしたんですけど、そこに必ずあのどんな人が作ったかプロフィールがつくようになっておりまして、で意味はないんですけど、好きなポケモンのアイコンを自分の横に1個置けるんですよ。でそういうふうになんかこうとにかく好きなものをこうアピールしまくれるような、エメラルドの時から自分が戦った内容を録画できるという仕組みがありまして、これは絶対人に見せたいよなっていうあの考えがありましたので、じゃあもう Wi-Fi で全世界に見せつけたれやっていう感じで、ダイヤモンドパールと比べると結構街とかの印象変わってるので、多分一度ダイヤモンドパールをやった方たちには多分その街に行くごとにいろいろ発見があったりすると思うんですけど、結構デモとかギラティナの登場シーンとかは結構そうですね、今までのポケモンにはあんまなかったようなことをしているので、そういうところはちょっと印象に残るようになるかなとは思っております。あの戦闘の時にポケモンはアニメーションしてたんですけど、今までトレーナーってアニメーションしてなかったんですけど、今度からのジムリーダーとかの、まあ、ある程度名前のついたキャラクターが戦闘中に動くようになった、これは個人的な夢だったので、はかなった。ポケモンっていうとやっぱバトルっていうイメージが強いと思うんですけど、でもまあ実はバトル以外のものもいっぱい入ってて、戦闘ばっかしているからなんかやらないって思っているんであれば、まあ実際やってみるとなんか評価がガラッと一変するんじゃないかなと思っているんですよ。ポケモン一体一体もすごい個性的で、可愛いのもかっこいいのも怖いのもいて、そういうのを、まあ、捕まえたりして、まあ、一緒にこう冒険していくと、なんていうんですかね、なんかどんどん愛着が湧いてきて、ポケモンっていっぱいいるんで、まあ、本当はどんどん捕まえたらどんどん手持ちのポケモン入れ替えていって、新しいのをまあ試してもらった方が楽しかったりするんですけど、ただなんか愛着があるからいつまでたっても最初の6体から変えられないとか、そういうなんか多分やったことない人はそこら辺の気持ちはちょっとまだ体感できてないんじゃないかなと思うんですよ。
槍の柱からの物語の展開というものに非常に遊んこれから遊ぶ方には期待して遊んでほしいなという、一番お話の中では一番力を入れて作ったものですし、プラチナの核心に迫る部分でもありますので、そういうところを、まあ、じっくりと見て、あとストーリーもセリフとかも読んで味わってほしいなというふうに思っております。